表現主義、または表現派は、様々な芸術分野において、一般に、感情を、作品中に反映させて表現する傾向のことを指す。狭い意味の表現主義は、20世紀初頭に、ドイツにおいて生まれた、芸術運動であるドイツ表現主義及び、その影響を受けて様々に発展した20世紀以降の芸術家やその作品について使われる。これには、 抽象表現主義などが含まれる。なお、日本語に翻訳してしまうと分からなくなってしまうが、英語では表現主義の子は印象主義の子と語形の上でも対立している。ドイツ表現主義は20世紀初頭にドイツで起こった一大芸術運動である。この感情表現を中心とする手法は、当時他のヨーロッパの国々で盛んであった印象派とは対極に位置する。表現主義は、 第一次世界大戦後すぐに他の運動へと受け継がれていった。例えば、構成主義、新速物主義、そして後の抽象表現主義、長者実主義である。ドイツ表現主義の作品においてよく扱われるテーマは、生活の矛盾から革命、戦争、社会の矛盾など、いわば既存の秩序や市民生活に対する反逆を目指したものが多い。ドイツ表現主義においては、 伝統的な芸術の様式は破壊され、また自然主義とは正反対の立場を取る。表現主義者はニーチェに思想的な影響を受けているとされる。20世紀のドイツ表現主義の画家に直接的な影響を与えたのはファン・ゴッフであった。20世紀初頭のドイツにはアオキシやブリュッケなどいくつかの表現主義の画家のグループがあった。エルンストルートビヒキルヒナー作。 マッチ・ディー・シュトラーセドイツ表現主義の画家には、がいる。また、主な活動の場が、ドイツ以外であり、ドイツ表現主義には含められていないが、同時代、表現主義の画家として知られているのは、などである。音楽では、新ウィーン・ガ派の3人の作曲家の自由な無調の、時代の作品が、表現主義とされる。 他にもの第一次世界大戦前の作品やの若き日の作品などに表現主義の傾向が見られる。他、新ウィーン学派よりも上の世代の作曲家ではなども表現主義の傾向を持った作品を残している。演劇の分野では20世紀初頭、ゲオルグ・カイザー、エルンスト・トラーラを中心としたドイツ演劇で盛んであった。映像における表現主義は1920年代に ドイツで発展した。第一次世界大戦後の復興期に、ドイツ映画はブームを迎えたが、豪華で贅沢なハリウッド映画に立ち打ちするのは、経済的な状況から難しかった。ドイツの映画制作会社、ポスタジオは、予算不足を補うため、映画に象徴的な演出を施し、ある種のムードや意味を付与する試みが行われた。最初の表現主義的な映画として、などが挙げられる。 これらの映画では、ストーリーが非常に象徴的に、恋に超現実主義的に描写されている。1920年代前半の芸術界は、ダダが石鹸しており、ヨーロッパ文化の各方面は、新しい思想や芸術スタイルの実験を通して、未来を展望する変革を受け入れていた。これら最初の表現主義的な映画のセットには十分な予算が継ぎ込まれた。 セットデザインは、デタラメで現実味がなく、幾何学的に狂っていて、また壁面や床には、光や影などを表す塗装が施された。表現主義の映画では、狂気、精神異常、配信、などの、私的なテーマが取り扱われた。表現主義的な、こうした、極端な非現実的な映画の短い流行は、だだと共に数年で廃れていった。しかし、表現主義映画のテーマは、 1920年代、1930年代の映画において雰囲気を強調するための背景、ライティング、影の配置の芸術的なコントロールの形で受け継がれた。この映画制作の流れはナチスの勢力拡大とともにアメリカにも伝わり、数多くのドイツの映画制作者がハリウッドに移り、アメリカの映画界に受け入れられた。特に表現主義の映画に大きな影響を受けたのは、 ホラー映画とフィルムのワールであった。例えば、カール・レムリとユニバーサル・スタジオは、ロン・チェーニー主演、オペラ座の怪人で有名になり、魔人、ドラキュラの撮影をしたドイツ移民のカール・フロイントは、暗く芸術的にデザインされたセットで、1930年代のユニバーサル映画の怪物のスタイルを築き、後の世代のホラー映画に多大な影響を与えた。また、フリッツ・ラングや、 マイケル・カーティスは1940年代の犯罪者に表現主義的手法を取り入れ、この路線の映画に影響を与えた。表現主義はまず多分野にわたる表現主義運動の一環として1910年から1925年頃のドイツ語圏で始まったが、同時期にオランダでもアムステルダム派が生まれていた。 そのスタイルを特徴づけるのは初期の近代主義者の採択した新しい材料や形式の革新、そして社会の大衆化であり、レンガや鉄、そしてとりわけガラスの大量生産によってもたらされた新しい技術的な可能性から少なからず着想を得ている。これらの動向は映画などの視覚芸術におけるドイツ表現主義運動と並行して発達した。 当時の経済状態から建築の依頼は限られていたので、ブルーノタウトのアルプス建築やヘルマン・フィンステルリンのフォームスピールズのように設計された切り立てられることのなかった作品や短期間しか展示されなかった建物も非常に多かったが、建築学史的には極めて重要なものである。しかし演劇や映画から遠近図法を駆使した舞台セットの需要があったため、 表現主義の建築家たちはイマジネーションを膨らませ、古い伝統に挑戦することで、財布も膨らませることができた。表現主義建築の歴史において、特筆に値する出来事としては、1914年にケルンで行われた第一回ドイツ工作連盟展、1919年のベルリン大劇場の落成と、 表現主義の建築家にとって永遠の目標となっているエイリヒメンデルゾーン作のアインシュタインタワーの運動へと転じていった。これはより実際的、実務的な方法論に基づくもので、初期の実験を捨て去ったと言っても良いほどの方向転換であり、ハンス・シャローンのように表現主義の作風を守ったのは少数派であった。1933年にドイツで、 ナチスが政権を獲得して以降、表現主義は大敗芸術として非合法化され、運動それ自体は収束へ向かうが、多岐にわたる運動の残した遺産は今日に至っても多くの芸術家にインスピレーションを与えている。個人主義的であった表現主義建築は様々な点において美学的ドグマを避けつつも、その運動自体の展開とコンセプトの進化は、 美学的規範の発展に大きく寄与することとなった。表現主義建築の作品はバラエティと際に富んでいるが、それらの作品群において反復されていることがある。程度明らかに見て取れる共通点もいくつかある。心理的な効果をもたらすために取られる、いびつな形態。リアリズムより優先される、内的経験の象徴的ないし様式的な表現。新しく、オリジナルで、 しかも幻想的なものの達成を支える先制的な効果。実際に完成した作品よりも重要な設計思想を発見し提示する大量の設計図と模型。個々のコンセプトへ分割不可能な根本的解決の多様。洞窟や山、稲妻、水晶や岩石の地層などをモチーフとしたロマンティックな自然現象というテーマ。 職人的技巧を極める努力に対する創作力の傾注古典主義様式よりはむしろゴシック様式、あるいはロマネスク様式やロココ様式への思考。ローマやギリシアからばかりでなく、ムーア人やムスリムやエジプト人、果てはインド人の芸術や建築からも受け継いだ遺産。芸術作品としての建築という概念の導入。表現主義建築の背景にあるのは、 政治的、経済的、芸術的な変容である。ドイツの戦争、共産主義、社会主義、内戦、それに伴う混乱といったことの全てが、ユートピアの実現を目指した表現主義の発展に寄与することとなった。社会民主主義や、第一次世界大戦後の疲弊に順応しつつあった、ドイツ国民に支えられたワイマール共和国の目的は、新しい表現形式の発展を受けて、 戦前から、ある事業計画の推進を鼓舞するどころか、むしろ停滞させる気風しか生まなかった。皇帝ビィルヘルムに聖退後の社会再建も同様である。そこで知識人の左翼的な発想は、ロシア革命に似た変革を求めた。ハイコストで壮大なベルリン大劇場の改築は、戦時中の経費や戦後の不景気よりも戦前の帝国を想起させるものだった。 表現主義建築に先行しながら同時代まで存続していた共通点のある芸術運動にはアーツクラフト運動やアール・ヌーボー、ドイツの有限都市ティールなどがある。デザイナーと職人の統一は表現主義建築にもつながるアーツクラフト運動の主要な特徴であった。アール・ヌーボーにおいてしばしば見られる自然主義的な題材も継続していたが、 その花々しさはなりを潜め、より現世的に方向転換をした。フィンスターリンは自然科学者エルンスト・ヘッケルの挿絵を自ら描いていると知り合い、その生態学から自然物の形態というインスピレーションの源を見出した。イタリアの未来派やロシア構成主義、そしてガダイスムは表現主義の時代に姿を現し、類似点もしばしば見られた。ブルーノ・タウトの雑誌。 フリューリクトの記事には、ウラジーミルタトリンによる第三インターナショナル記念碑のような構成主義の成果も含まれていた。ただし、未来派と構成主義が強調した機械工業化と都市化傾向がドイツでも支配的になるまでには新速物主義の時代を待たなければならない。メンデルゾーンは未来派と構成主義の境界線上で仕事をした特例であり、 彼のスケッチにおけるダイナミックで、アフレカエラんばかりのエネルギーという特質は、未来派のアントニオ・サンテリアのスケッチ上にも存在する。ただの芸術家、クルトシュビッタースによるメルツバウにも、その角張った抽象的な形態など、表現主義的な特徴が参見される。フランク・ロイド・ライトとアントニー・ガウディのような個人主義者の影響も、表現主義建築の背景となる文脈を提供した。というのも、 ライトの作品集はメンデルゾーンの講義に用いられて彼の周囲で広く知られるようになっておりまたガウディの仕事とベルリンでの動向は相互に影響を与え合っていたからである例えば1926年にベルリンで結成された建築家たちのサークルであリングもドイツで出版したりフィンスターリンと文通していたガウディについては知っていたただしガウディについて補足するとバルセロナでは アール・ヌーボーの建築と20世紀初頭の建築とが急速に断絶するには至らなかったためガウディの仕事はブルーノ・タウトが主張するようなものよりはむしろアール・ヌーボー的な要素の方が多く含まれてはいるスコットランドヘリンズバラのヒルハウスマッキントッシュ作表現主義建築のより大きな背景としてはスコットランドのチャールズ・レニー・マッキントッシュの仕事について言及しなければならない 彼が制作したヒルハウスのような建物やイングラムチャーは一概にアーツクラフツ運動やアール・ヌーボーとしては分類しにくく表現主義的な色合いがある。彼の仕事は1900年にウィーン分離派展に出展されていたので大陸でも知られていた。表現主義は衰退するが日本ではウィーン分離派に影響されて1920年に分離派建築会が作られた。 表現主義建築は多くの作家からその思想的な素地を得ている。表現主義の建築家にとって、とりわけ重要な哲学的源泉は、ニーチェ、キルケゴール、そして、ベルクソンらの著書である。ブルーノ・タウトのスケッチでは、ニーチェの著作、とりわけ、ザラトゥストラは各語りきが頻繁に引用される。なぜなら、その主人公こそ、表現主義者の求める自由。 ブルジョア的世界を拒否する自由、歴史からの自由、個人主義的な孤独に生きる精神の力強さの体現者だからである。タウトのアルプス建築もザラトゥストラの下山からインスピレーションを得て構想されたものである。またアンリバンデ・ベルでもニーチェの強い影響下にあり、自らこの人を見よの扉ページのイラストを描いている。 またフランツカフカの変身における形態の変容も表現主義建築の特徴である素材の不定と称応している。タウトの最もよく知られた建築作品の一つであるグラスパビリオンは彼のサークルに関わっていた詩人パウルシェイアバルトの著作ガラス建築からヒントを得たものである。フロイトやユングラの精神分析学の登場は表現主義にとって重要だった。 携帯と空間の与える心理的効果に関する調査が建築や研究や映画の中で建築家によって行われた。タウトはオブジェが俳優の感情や所作を反映するという心理的な役割を果たすという舞台背景のデザインが持つ心理学的な可能性に注意した。夢と無意識についての表現主義者たちの思考の精髄は芸術における精神的なものについてや、 点と線から面へ、などカンディンスキーの芸術論に見て取ることができる。表現主義建築の形態は先行するアール・ヌーボーや有限都市ティールから分離することによって表現主義建築を定義する役割を果たした。アンリバンデ・ベルでは装飾や当時の同傾向のものから個人主義的で象徴的な形態概念へと自分の建築を移行させることができた。アール・ヌーボーは 装飾に関して構成的な自由を保持していたが、表現主義の建築家たちは、部分的にではなく、建築全体の形態を自由に解放するべく努めた。実際に建てられたものばかりでなく図面上の作品からもそれは明らかである。フィン・スターリンのフォームスピールズは、不定型な構成要素の集積へと転じた、建造物の形態を例示している。またブルーのタウトのアルプス建築は、 そのすべての骨格が結晶構造に変えられた冷ややかに光る建造物として構想されている。ポツダムのアインシュタインタワー、メンデルゾーン設計表現主義建築の斬新な形式の例としてはメンデルゾーンのアインシュタインタワーがある。相対性理論を証明する天文学の実験のために制作されたこの塔は相対的かつ変動的な幾何学的見地を示している。 実用的な装飾は廃され、形態と空間は設計者及びビルの名前の由来となった人物の考えを表現するために生コンクリートで建造された。アインシュタインタワーばかりでなく大量の図面において示されるように。芸術史学者、ボルフガング・ペイントは、メンデルゾーンはその設計図においてもっぱら要石について考えており、機能は二の次であった。 同時代の表現主義建築家が売りは、論理的な形式の表現として現れる巨大な彫刻の集まりを作るためにアール・ヌーボーの装飾的な自然から逃れ得たのだと語っている。ボルプス米でのケースグロック、タウト設計曲線的な幾何学的配置を多用したため、表現主義建築ではドーム型の建物が多く作られた。曲線的な建築は当然ながら、 曲線的な屋根を必要とするためである。ベルリン大劇場の内部も半球型をしていた。フィンス・ターリンのフォームスピールズは非対称で擬人化されたドームである。グラスパビリオンやボルプスベイでのケースグロックなど、ブルーノ・タウトの作品の多くもまたドーム型であった。タウトのアルプス建築はコールリッチの死、クーブラカーンに登場するドーム型宮殿のようなエキゾチックな魅力を持っている。 曲面だけでなく水平面及び垂直面の劇的な強調も表現主義建築の意象として挙げることができる。法的な事情から表現主義的な形態がもたらされるようになった例であるが1916年ニューヨーク市は都市計画に関連して建造物1等あたりの面積を制限する条例を発布した。この条例によって建築物は どのように進化していくこととなるかを示したヒュー・フェリス作成の立体図は、照明の強いコントラストが形態を浮き上がらせるのに、用いられていることなどから、表現主義の映画の影響を受けていることが見て取れる。それらの図版は1926年に、ドイツの雑誌、バウカンストにおいて発表され、後1929年に、フェリスの著書、ザメトロポリス・オブ・タマロへ収録された。 表現主義建築のモダニズムへの寄与にあたっては、形式主義の傾向が有因となった。1912年にカンディンスキーは、形式こそが内容を表現するのであり、しかも多くの例においては形式そのものが内容となっているという説を提唱した。後に新植物主義へと転じる表現主義者たちの、仕事は形式を出発点としたが、細部で歪みを持たせるに留まっていた。 ベータベーレンス、バルター・グロピウス、ミース・ファンデル・ローエラは、規範的な形態にのっとり、幾何学の秩序に依拠して新たな建築概念を提示するために直角的な幾何学構造を用いた。ゲルゼン・キルヒエンの教会、ヨーゼフ・フランケ設計形態と並んで、表現主義建築家にとって永遠の課題となるのが素材である。1919 19年ベルリンのパウルカ・シーラーの、 ギャラリーで行われたメンデルゾーンのスケッチ展のタイトルは鉄とコンクリートによる建築であった。建物を画一的にするために材料を統一するという意図がしばしば見られた。ブルーノ・タウトとシジン・ポール・シェアバルトのガラス建築がその例である。彼らはガラス建築の可能性に関する主張を文書として発表し実際に1914年の 第一回ドイツ工作連盟展でグラスパビリオンを作った。ドームの土台周辺には素材に関するシェアバルトのアホリズムが刻まれた。表現主義の素材の統一に関するもう一つの例はメンデルゾーンによるアインシュタインタワーである。ここで塔に関された人物名に関するシャレを見逃すことはできない。一つ流りの方にコンクリートを流し込んで作ったわけではないが、少なくとも メンデルゾーンは当初そのようなものとして構想しており、型へ流し込まれる前のコンクリートの流動性を表す効果がこの塔には見られる。住宅団地カールレイギエン、タウト設計表現主義建築家の誰もが、シェーアバルトのようにレンガを拒絶したわけではなく、素材の性質を表現するという、同じ目的でレンガを使用したものもおり、ヨーゼフ・フランケは1920年代の初頭に、 ベルリン他各地で表現主義様式の教会を数多く混流している。またグラスパビリオンの設計者、ブルーノ・タウト本人も住宅団地カールレギエンで質感、良感と反復を表現する方法としてレンガを使った。アーツクラフツ運動の場合のようにポピュリズムや自然主義など様々な議論がレンガの使用のために関連付けられた。その色彩と点描によってレンガが 表現主義に対して果たした役割は、化粧漆喰が国際的なスタイルにおいて果たしたのと同じものだった。五十嵐太郎、おかしな建築の歴史 P199 によれば、1912年に美術史家アドルフ・ベーネが表現主義建築を提唱し、既存の枠組みにとらわれない自由なフォルムを特徴とするユートピア的な建築案が主にドローイングで数多く発表されたという。 ありがとうございます。